ついに奴が現れます。どうもね、三茶大もかです。ということで今回は東京リベンジャーズの最新話についてお話をしていきたいなと思います。まあ、今回に関してはまさに最終決戦という感じの展開になっていて、最終決戦が始まってからずっと待ち望んでいたような展開が繰り広げられているようなところではあるんですけど、今回は第258話ストレンジベッドフェローズ。タイトルの意味に関しては奇妙な仲間とか珍しい組み合わせ、他にもありえない同盟関係というものがあったりもするので、今回新たに登場したとある人物とのことを言っているのか、この後登場する別の人物のことを表しているのかっていうのも気になるような部分ではあるんですが、前回列車を無事各長が止めてくれたということで、東京卍会と関東卍会両方ともみんなが安心しているようなところがあるんですけど、止まった列車を見たマイキーはさんずかっていう風につぶやいているんですよね。てめえら何ぼーっとしてやがる、2代目東京卍会はもう虫の息だ、完膚なきまでにぶっ潰せということでマイキーが鼓舞していくわけなんですが、これに対して関東卍会のやつらもやる気になってさらに立ち上がろうとしている。大の字になって倒れながらスマイリーが東卍はもう盛り返せねえぞっていう風に弱音を吐いているんですね。そして竹道と各長に関しては、前回のラストで座り込む各長のもとに竹道がやってきたっていうので、各ちゃん死んじゃダメだ、俺まだお礼言ってねえし助けてくれてありがとうって、みんな救ってくれてありがとうって各ちゃんって言いながら泣き崩れているんですが、その竹道の元にサンズが現れるんですね。そしてそれに気づいた三ツ矢が、竹道後ろサンズが来てるぞということで、サンズが刀を持って竹道の背後に近づくわけなんですが、計画が丸つぶれだ、花垣竹道てめえはもうスクラップだ。そして竹道は泣きながらサンズに殴りかかるわけなんですけど、いとも簡単に切り返されてしまうんですね。そしてそのまま膝をついてしまって、サンズは竹道のことを切ろうとしているんですけど、なぜ立ち向かう、修羅に生きれねえお前はマイキーには勝てねえ、ここで終われということで、竹道の目の前でサンズが刀を振り下ろそうとしているんですが、どうして花垣それで終わりかということで、とある人物がバイクに乗って登場するんですね。そしてそのまま一直線にサンズの方向に進んでいくわけなんですが、途中で飛び降りてバイクだけをサンズにぶつけていくんですね。そしてなんとサンズがバイクに思いっきり引かれてしまうということで、列車とバイクに挟まれるような形になっているんですが、カッカッカッカ、三ツ矢特服がちとちっちゃえぞということで、その男が着ている特攻服には2代目東京卍会の文字と、左腕には6番隊隊長という文字が入っているんですね。そしてその姿を見た三ツ矢が、来てくれたかっていう風につぶやいていて、その隣で八海は嘘っていう風にめちゃくちゃ驚いているんですね。そしてさらにイヌピーとココが、マジかよこいつまで動かすか花垣竹道ということで、ココもどんどんと竹道に魅了されていってそうな感じになっているんですが、なんとそこに現れたのは元10代目ブラックドラゴン総長、2代目東京卍会6番隊隊長柴大樹ということで、なんと大樹が竹道の絶体絶命のピンチに駆けつけるということで、6番隊隊長として新たに登場してきたわけなんですが、かつての宿敵大樹剣山、その目的やいかに、アーメン。まあ、今回の258話に関しては、なんといっても大樹が登場してきたということで、この大樹の登場に関しては最終決戦が始まってからずっと待ち望んでいた展開だったわけですよ。そもそも大樹の登場の可能性っていうところでいくと、公式ツイッターの方でかなり前にツイートされていた三ツ矢と大樹がクリスマス決戦以降に仲良くなっていたっていうところですよね。二人が仲良くなっていたからこそ、三ツ矢が大樹に声をかけて力を貸してくれっていう風に頼んでいたのではないのかって話をしていたんですが、まさにそれを回収するかのように大樹が現れた。そして大樹の発言と三ツ矢の発言的にも、三ツ矢が大樹に声をかけていた、そして大樹が遅れて現れてきたっていう風になってくるんですけど、じゃあ大樹はなんで遅れてきたのかっていうところですよね。特攻服を大樹に事前に渡していたっていうことは、もともとどこかで会っていたっていう風になってくるので、この最終決戦が始まるまでの間、決起集会の後かもしれないし、決起集会前かもしれないんですが、決起集会前
前に声をかけていたのであれば集会に来ていた可能性もありますけど、もしかするとタイジュに関してはどこか別のところに行っていた可能性もあるので、タイジュはクリスマス決戦が終わってから家から出て行ったっていうのがあるので、今は近くにいなかった、だからこそちょっと遅れてきたっていう可能性はあるんですけど、直接三ツ矢とタイジュが会っていたのであれば次回ぐらいで三ツ矢がタイジュに会いに行ったところが回想シーンとして描かれるみたいな、そういう展開も十分あり得るのかなっていうふうに思ったりもしますよね。タケミッチがチームを作ってマイキーに挑もうとしているから、お前も力を貸してくれみたいな、そういったことを三ツ矢がタイジュに言いに行っていたみたいなことがあるのであれば、次回ぐらいに回収されるであろう三ツ矢のネームですよ。あのネームに関しては次タケミチが見ていくビジョンなのではないのかって話をしていたんですけど、このタイジュの登場っていう部分で考えてみたら、もしかすると回想シーンとして回収されてくる可能性もあるのかなっていう感じにはなってきましたよね。そして今回マイキーも描かれているわけなんですけど、マイキーに関しては2つ今回気になる部分があって、まず1つは列車が止まったことに対してサンズかっていう風にすぐに認識していたんですよね。でもサンズに関しては自分の計画を誰にも話していないっていうのがあったので、なぜマイキーは列車を見ただけでサンズがやったっていう風に気づいたのかですよ。もちろんサンズが計画のためであれば簡単に人を殺すっていうことをマイキーが知っていたからっていう可能性もありますし、そうなってくるのであればムーチョをサンズが殺したっていうことをマイキーが知っている可能性も出てくるので、まあ、ただマイキーに関しては関東事変が終わった時にムーチョは最後まで味方だと思っているっていうことを言っていたので、どのタイミングでサンズがムーチョを殺したことを知ったのかっていうところによっては、本当はサンズのことをどう思っているのかっていうところも気になったりもするんですけど、マイキーとサンズっていう部分に関しては今回サンズっていうふうに言っていますけど、ハルチオって呼ぶ時もあるんですよね。それこそまさにまだ明かされていないあの日の真相っていうところで、あの日に関しては笑えよハルチオっていうのでハルチオ呼びだったんですよ。じゃあ今は構想中だから源氏名であるサンズっていう呼び方をしているのかっていう部分で考えてみると、三天戦争ではハルチオっていう風に言っていたんですよ。ここに動かねえのかボスっていう風に言われた後に、ああしばらくはハルチオたちに任せようっていうことを言っていた。そう考えてみれば、このサンズっていう風に呼ぶ時とハルチオっていう風に呼ぶ時のマイキーは何か違いがあるのではないのかっていう風に思ったりもしますよね。それこそ未来の梵天のマイキーに関してはサンズっていう風に呼んでいたんですよ。まあ、ここに関してはまだ特に詰め切れているようなところではないので、何か気づいたところがあればまた別の機会にお話をしていきたいなとは思うんですけど、もう一つに関してはその後にマイキーは関東卍会を鼓舞するような発言をしているんですけど、その中でマイキーは2代目東京卍会っていう風に言ってるんですよね。ここであえて2代目っていう風に言ってるんですよ。別に今までの展開では東京卍会のことを初代東京卍会とかそういった言い方はしなかったんですよ。で、実際に今東京卍会としてあるのは2代目東京卍会だけなので、なんでここであえて2代目っていう風に言っているのかですよ。今までの最終決戦の展開を見てみても弁慶に関しては東卍っていう風に言ったりもしていたので、わざわざ2代目っていう風につけていることはなかったんですよ。それなのに今回2代目っていう風につけている。で、ブラックドラゴンに関してもクリスマス決戦の時に関してもマイキーは10代目ブラックドラゴンのことをあえて10代目ブラックドラゴンは終わりだみたいなことは言わなかったんですよ。ブラックドラゴンはもう終わりだっていう言い方をしていた。そう考えてみると、ここであえてマイキーが2代目東京卍会という言い方をしているのは、やっぱりまだマイキーの中でも初代東京卍会のことを忘れられていないのではないのかっていうふうに思ったりもしますよね。自分の居場所だった初代東京卍会、それをまだ大事に思っているからこそ、自分がいない2代目東京卍会を潰して仲間たちをこれ以上自分の闇の道、闇に染まってしまった道に巻き込みたくないっていう、そういったような思いもマイキーの中に残っているのではないのかっていうふうに思ったりもしますよね。実際に梵天のマイキーに関してもみんなのことを大事に思っていたわけですよ。だからこそいい未来だろうっていうふうに言っていたんですよね。自分はもう闇に染まってしまったから幸せな未来にはいないけど、自分以外のみんなは幸せになれている、だからこそいい未来だろうっていう、自分目線ではなく他のみんなのことを思ったマイキーにとってのいい未来だったっていうふうに考えることができますし、その後に屋上から飛び降りる時もみんなのことを思っていた。そう考えてみると、この2008年のマイキーに関してもまだみんなのことを大事に思っている。でもみんなを巻き込みたくないからこそ2代目東京卍会を潰して完膚なきまでの敗北を味わわせる、それによって諦めさせようとしているっていうのであれば、今のマイキーの状況もなんとなく理解できるようなところではありますよね。まあただなんとなく今回のマイキーに関してはめちゃくちゃしっかりしているような感じがする
するので、東京卍會の頃に関してはドラケンがおんぶをしてくれたりとか、ご飯を食べたらすぐ寝てしまうみたいなちょっと抜けている部分があったりもしたんですけど、逆にみんなから離れたことによってなんかマイキーしっかりしてきたのかなっていう、そういった風にも思ったりもするようなところではあるんですけど、あとは拡張ですよね。今回拡張が再び描かれてきているっていうので、完全に目はつぶっているような状況ではあるんですが、拡張が死亡してしまったのかまだ生きているのかっていうところに関しては、まだ拡張は生きているのではないのかっていう風に思うんですよね。これに関しては今回の258話の竹道の発言とサンズの発言からも分かってくるようなところではあるんですが、竹道が拡張のそばで、拡ちゃん死んじゃダメだっていう言い方をしてるんですよ。死んじゃダメだっていう風に声をかけるっていうことは、まだ拡張は息をしているからこそ死んじゃダメだっていう言い方をしていると思うんですよ。完全に死んでしまったのであれば死んじゃダメだみたいなことを言っていないと思うんですよね。そう考えてみると、まだ拡張は心臓が動いているし息をしている状態だけど、致命傷だからこそもう目をつぶって動けない状態になっているっていう、そういった風に考えるのがそれっぽいんですよね。そしてその後のサンズ、計画が完全に潰されたということで、竹道に対してお前はもうスクラップだっていう風に言っているんですよね。これに関しては要するにお前を殺してやるっていう、そういった言い方になってるんですけど、ここでてめえはもうスクラップだっていう、てめえはっていう言い方をしてるんですよ。これがもし拡張が死亡しているのであれば、拡張を殺したのはサンズっていう風になってくるので、てめえはもうスクラップだっていう言い方よりも、てめえもスクラップだっていう言い方をする方がしっくりくるんですよね。でもそういう言い方をしていないっていうことは、やっぱり拡張のことは殺しきれていない、だからこそサンズは竹道に対しててめえはもうスクラップだっていう言い方をしていると思うんですよ。そうなってくればやっぱり拡張は生きているのではないのかっていうふうに考えることができますし、やっぱり関東事変の時のことも考えてみれば、放送中では拡張は周りの人に死んでしまったっていうふうに認識されてしまうけど、実際には生きていましたっていう展開があるので、この最終決戦に関しても戦いが終わった後とか終盤に拡張が再び目を覚ましているっていう、そういった展開も十分あり得るのかなっていうふうに思ったりもしますよね。それこそ最後の最後にランが拡張を背負いながら歩いてきて、拡張が竹道に声をかけるみたいな、そういった展開もあるのかなっていうふうに思ったりもしますよね。そして今回大樹が登場してきたということで、最後のページに二人の目的やいかにっていうふうに書かれていたんですよ。竹道を助けるという形で大樹が現れたっていうところで、竹道の目的と大樹の目的っていうところで話をしているのであれば、まあそれが一番シンプルな流れなのかなっていうところではありますけど、大樹がなぜ現れたのか、やっぱり大樹が現れた目的に関しては竹道に対する恩返しになってくると思うんですよね。もともとあった未来では大樹は竹道に恩返しをしていたんですよ。ココとイヌピーが東京卍會として現れた時に、大樹は竹道とナオトを逃がすために借りを返すっていうので守ってくれたんですよ。そう考えてみれば、その未来に関しては竹道が過去を変えたことによってなくなったっていうのがあるので、今回最終決戦に大樹が現れたのは再び竹道に恩を返していくためっていうふうに考えることができるので、大樹の目的に関しては竹道の力になるために現れた。そしてその竹道の目的に関してはやはりマイキーを倒していく、マイキーを倒して取り戻すっていう、そういった目的を竹道は持っているので、それに大樹が協力するのであれば再び大樹とマイキーが戦っていくみたいな、そういった展開も十分あり得るのかなっていうふうになってきますし、そうなってくれば大樹のリベンジですよね。この最終決戦に関しては竹道自身がみんなのリベンジだっていうことを言っているので、ここに現れた大樹、大樹に関してもリベンジをしていくっていうのであれば、クリスマス決戦でマイキーに敗れている、それプラス竹道への恩返しという名のリベンジっていうのでマイキーに再び挑んでいく、そしてその時は一人で挑むのではなく竹道と協力するとか三ツ矢と協力するみたいな、そういった形で戦っていくのではないのかっていうふうに考えることもできますし、最終決戦っていう部分で考えてみれば、大樹が今回現れたように、かつての敵が味方として現れるっていう、そういった展開になっていたりもするので、もしかするとカズトラに関しては血のハロウィンで敵だったっていうのがあるので、その敵だったカズトラが今度は味方として現れてくるっていう、そういった可能性も十分あり得るのかなっていうふうに思ったりもするので、まあそのためには何度かカズトラが出てこないといけないっていうふうになってしまうので、じゃあどうやってカズトラが出てくるのっていうね、その辺とかも気になるようなところでもありますけど、他の展開でいくと可能性が低いけどあれば激アツっていう展開でいけば、死亡したはずの人物が現れてくるっていうパターンですよね。それこそドラケンが出てくるとか、キサキが出てくるとかっていうパターンですよ。このキサキとドラ
ラケンが出てくるのではないのかというところに関しては以前動画で出しているんですけど、それに関しては半幕鍵となってドラケンとキサキが出てくるみたいな、そういった展開になってくるのではないのかっていう話をしていて、まさに今回のタイトルであるストレンジベッドフェローズっていうのはありえない同盟関係っていう意味があったりもするんですよね。そう考えてみると、大樹がタケミチの味方として現れるっていう部分に関してはありえない展開ではなかったんですよ。だって実際にもともと未来でタケミチのために戦ってくれた、タケミチを守ってくれたっていう展開があるので、大樹が味方として現れてくるのは別にありえない展開ではなかった。そしてカズトラがもし出てきてタケミチの味方になるとしても、それもやっぱりありえない展開ではないんですよね。だって未来でカズトラはタケミチに協力してくれているわけなので、すでに大樹もカズトラもタケミチの味方として動いてくれていることがあったんですよ。そう考えてみると、ありえない同盟関係っていうところで考えてみれば、キサキの登場っていうのが一番ありえない展開になってくるんですよね。もともと主人公のタケミチと黒幕だと思われていたキサキ、この二人の戦いっていうのが関東事変の最後に描かれていて、その時にキサキは死亡して、タケミチはその後にキサキともっと分かり合えたかもしれないっていうことを言っていたんですよね。そう考えてみると、今後やっぱりタケミチとキサキが分かり合うような展開が来るっていうのであれば、この最終決戦というタイミングでキサキが再び現れて、タケミチと同盟関係、つまり一時的にキサキがタケミチに力を貸してやるよみたいな感じで出てきてくれる、それによって本当の黒幕を倒していくみたいな、そのありえない同盟関係がありえない展開だからこそ今回のタイトルとつながって描かれてくるっていう、そういった可能性も十分あり得るのではないのかっていうふうに思ったりもするんですよね。で、あとこのキサキっていう部分で今回の258話で気になるのは、サンズがバイクで引かれたっていうところですよね。このサンズがタケミチの目の前で引かれるっていう展開もキサキと思いっきりつながってくるわけですよ。関東事変の最後にタケミチの目の前でキサキはトラックに引かれた、そして今回サンズはタケミチの目の前でバイクに引かれたっていうのがあるので、タケミチの目の前で乗り物に引かれるっていうことをサンズとキサキは描かれているんですよ。そう考えてみると、やっぱり最終章でのサンズの位置づけっていうのがキサキと全く同じような立ち位置になってきているので、やっぱりもともとサンズとキサキがつながっていたけど、サンズが実はキサキを利用していて、最後にキサキのことを裏切った、そしてその裏切られたキサキが最終決戦で現れることによって、自分のことを裏切ったサンズに対してリベンジをしていく、その時にタケミチと協力していくみたいな、このありえない同盟関係が描かれるのではないのかっていうふうに思ったりもするんですよね。はい、では今回は東京リベンジャーズの最新話についてお話をしました。ぜひ皆さんの気づいたところありましたら、コメント欄の方で教えていただければなと思います。ということで、今回の良かった方はぜひグッドボタンとチャンネル登録ボタンよろしくお願いします。その他次の動画でお会いしましょう。